始まりました ZIP プラス 3! よいしょー、似たような動きされてます今日は天気さんと三浦さんでお伝えします。よろしくお願いいたします。お願いします。3月15日、はい、今日迎えましたけれども、昨日はホワイトデーだったということで、はい、天気さんなんかご家族でホワイトデー何かされました？はい、ですね、家族からチョコレートもらってないんですけど、でもみんなで、パフェを作りました。かわいい。何パフェですか？コーンフレーク入れて、アイスを、3種類ぐらいあって、好きにトッピングして、生クリーム入れて、バナナとあのイチゴがあって、好きにバーってやってっていう。最高なんですけど。でも毎年ホワイトデーの日はパフェを作るみたいな流れなんですか？今年初めてですね。へえ、はい。そうなんですか。なんかパフェを作ろうっていう流れになったのはどういう流れで？もともと3月14日ホワイトデーが妻の誕生日なんですよ。おめでとうございます。天気さんの奥さん。そうなんですね。息子はバレンタインデーなんですけど。なんかすごい。はい、すごい。でなんかその記念日が。お祝い事というか、なんかゲーム感覚でやることが結構多くて、で昨日はそうですね、パフェ作ろうかってなってやりました。誕生日でだったんですね。そうなんですね。ちなみに奥さんのお誕生日だったということで、はい、奥さんにはどんなことされたんですか？いや、まだね、物は買ってないんですよ。保留って言われて。保留、はい、欲しいものを考えてくれてるんですね。はい、ただ近所で一番いい牛タンは食べました。さんもいいと。すごいいいですね。それだから3分の1とか4分の1扱いみたいな感じで、はい、まだ残ってるそうです。なるほど。誕生日のプレゼント権利みたいなのをこう小分けで使って。そうですそうです。めっちゃいいですね。なるほど、そういう感じ。はいはい、お誕生日、はい、そうなん、何か思いとかは伝えられたんですか？思いは伝えてない、ごめんね。子供たちはでも書いてました、メッセージ。はい、そうなんですね。テイキさん、ご結婚されて何年目でしたっけ？はい、10年11年目になりましたか。11年になって、はい、こう毎年奥さんには何かお誕生日の日にはされてるんですか？はい、そうです、何かしらはやってますね。去年はあれですね、スイッチ買ってって言ってスイッチ買ってすっごくなんて言うでしょう、現実的で素晴らしくそうですね、いいですよね。はい、そうですね、何かしらは、うん、パーティーみたいなやってますね。あ、そうなんですね。はい、で娘さんたちもこう、うん、絵を描いたりとかして。はい、そうですね。そうなんだ。何かこう難しくなったりしないんですか、こう毎年プレゼントを考えたりとか。確かにね。うん、はい、いやでも基本的に何が欲しい、何がしたいって聞くので、もう言われるがままです。もう聞いちゃって、はい、奥さんからの回答をもらってそれを準備する。うんうん、はい、そうですね、そうなってますね、いつの間にか。うん、そうなんだ。それに何かプラスアルファしたりとか、例えばお花あげたりですとか。うん、お花は久しくあげてないな、ごめんね。じゃあちょっとその伝えられてないってことだったんで、はい、改めてちょっとカメラに向かって天気さん、奥さんにちょっと、あの人怖いね思いを伝えてみましょうよ。うんうん、いつもありがとう、愛してるよ。ところでこれをご覧になることあるんですか？絶対見ますね。やばい絶対見ますね。謝った方がいいよ、私たちが本当に絶対失礼しました。あの天気さんの額にはかなりにじみ汗が本当にお花とかあげなくていいんですかとか言ったからさ、久保さん絶対買ってかなきゃダメよ。本当にすいません、本当にすいません。いやでもね、なんか僕も母親とかにこう久しく誕生日プレゼントあげてないので、うん、大人になるとなかなか、大人になるとプレゼント難しくなるんですか？うん、皆さんこう、うん、お父様にプレゼントあげたりとか何か記憶あります？直近で。全くない。お父様の誕生日はちなみに直近だとありました？4月末くらいだから、もう本当に記憶がない。いつぐらいからあげてないですか？もう物心ついた時から。そうでしょ、三浦さん。そんなことないか。全然覚えてない。結構なんかあのラフな家族で。そういうのないんだけど、バレンタインもあげた覚えないし、ホワイトデーももらった覚えないし。覚えてるのは、でも父がその会社ね、あの仕事場で多分ね、あの後輩の皆さんとかからこうもらってくるじゃない、バレンタインのチョコ。はい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 、それを子供たちがワッショイしながら待ってる。でその代わりもホワイトデーはお父さんちゃんといいものを準備持ってかなきゃダメだよって言って家族で選んだのは
覚えてるけど、本当にダメだね、やっぱちゃんとなんかした方がいいね。ちなみにお父さんは多分これ見てないから。本当ですか？なんかお花あげたりとか。大丈夫です。大丈夫。思いも伝えられる。大丈夫。絶対見てないから。思いはお父さん長生きしろよ。やったー。いや見てないから。ということで今日は終了したいと。まあ、あの時間ですというところもあったので。本当地獄の回だよ。いやそんなことないですよ。しっかりと思いを伝えるという。久保さん、はい、あの久保様って言っちゃった。久保様。久保さん の、はい、あの奥様にお気持ちさえ伝われば。いやもう本当に、あと皆さんのお父様にも気持ちが伝わったと思います。大切なことなので、はい、以上ご覧いただいてありがとうございました。ジッププラス3でした。おめでとうございます。おめでとうございます。長生きしてね。奥さんにもね。そうですね、奥さんにもね。みんないや今日も見てくださってありがとうございました。そこのあなた、このボタンを押したりチャンネル登録のボタンを押したり、どうぞよろしくお願いいたします。あのお友達、ご家族、いろんな方にこのことを伝えるっていうのもぜひお願いします。今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。それでは一緒にジップ